方でもきっと好きになる。好きになりますよ。東海ラジオ版大口博士歯科クリニック放送局です、はい、今日はですね、はい、大口式インプラント法の利点について先生にいろいろお話をお伺いしたいと思います、はい、今日もお話ししていただきますのは、骨をドリルで削り取らない、痩せた骨でも対応できる大口式インプラント法の考案者、岐阜駅前の大口博士歯科クリニック理事長の大口博先生です。先生今日もお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。先生、ね、前回前々回いろいろとまあ利点ねお話ししていただいてますけども、たくさんあるんでしょ。はい、今日はちょっとまとめということで、まとめね、はい、大口式のね、利点ちょっとね、はい、実はね、55ぐらいあるんですよ。55、結構な数です、ね、うん、そう。で、実はね、何と比較するかというと、はい、まあ、ドリルと比較しないと、うん、な利点利点言ったって何が利点か分かんないので、うん、一応ドリルの場合と大口式の場合との比較したってことね、うん、はい、でもちろん大口式でもね、うん、ちょっと欠点あるんだよ、はい、それは、うん、ドリルに比べると少しだけ時間が余分にかかるかもしれないね、うん、ああ、なるほどね、うんうん、それは欠点かもしれない、はい、それと道具を、うん、あのよくね職人芸の人ってね、うんうんうん、あの道具結構いっぱいね、あって、そこから選んでこうやって、そうですこれ職人でね、これそうやってるでしょ、うん、はい、ありがとうございます。それがね、ドリルの場合はね、はい、4つか5つぐらいのサイズのドリルを用意して、はいはい、それでガリ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 って削っていけば、はい、それで済むんだよな、はい、うん、だからその道具の種類も多いし、はい、大口式はドリルの場合は道具の種類も少ないので、うん、まあそれが欠点といえば欠点だな。消毒したりするのも大変だろうな。そうですね、準備も、うん、準備も大変でしょ、大口式は、うんうん、でそういうことはちょっと欠点かもしれない、はい、まずね、欠点ね、欠点、はい、で長所はな、申し訳ないんだけどドリルと比べると、うんうん、まああるような感じがするな。あ、そうですね、うんうん、比べると、ね、はい、でまず、はい、インプラントの、うん、長さ、長さ、うん、はい、それから太さ、太さ、はい、うん、それから位置、位置、それから方向性、方向、はい、はい、これまずこの4種類が、うん、まずドリルとの違いをちょっと説明するね、はい、でまず、うん、まず太さね、太さ、はい、はい、太さからいきましょう、はい、大口式は当然、うん、前回もお話しましたように、うん、太い骨でもできる。そうですね、太い骨でもできますね、はい、で太い骨の場合は、はい、普通この毛の太い骨だと、例えばこれ6ミリとしますとね、6ミリの、はい、骨ですね、太いですね、はい、そうすると、はい、例えば4ミリのインプラントを入れた時に、ここに、はい、ここに4ミリのインプラントを入れた時に、はいはい、ここに1ミリ1ミリだな、はい、そうですね、4でしょ、はい、で 1でしょ、1で6ミリだね、はい、6ミリ、はい、で実は大口の場合は、はい、同じ太さでも、はい、同じ6ミリの骨でも、はい、でも、はい、例えば4ミリのインプラントを入れますね、はい、同じ4ミリのインプラント、はい、でこういうふうに穴作りますね、はい、こういう、あ、ちょっと、ま、もう一回ここと途中からね、うん、こういうふうな穴、ちょっと下手だけど、はい、こういうふうな穴作りますね、はい、と4ミリですね、これ4ミリです、はい、ですね、4ミリのインプラント入れるときに、はい、実はこの骨って、うん、もうちょっと太くなってんだよな。そうですね、先生がお話しした ね、はい、例えばこれが1ミリか2ミリだから太くなるんだよな、はい、押されますからね、うん、そうすると4ミリじゃなくてもいいじゃない。そうですね。ね、例えばこれね、はい、まあ、2ミリ増えたとするか。はい。こと、もともと4だったんだから、うん、4から2足すと、うん、6でしょ。はい。ね、6ですよ。4から6でしょ。で、これ2あるでしょ。はい。だって8ミリだったわけよな。そうですね。幅2ずつだと、8やね。8ミリの。そう、8ミリだったわけ。8ミリ。ということは、8ミリの骨になった場合だと、うん、4ミリじゃなくてもいいじゃない。そうですね、6ミリでもいいじゃん、6ミリでもいいですね、だからおっと太いやつねいきましょうっていう、太ければ太いほど、うん、なんていうの、安定しますね。そうですね、土台がしっかりするとかですね、はい、これ6、これね、はい、6ミリ、6ミリ入りましたね、6ミリね、ね、6ミリのこういうふうにインバウンドが入る、うん、これ4ね、それで4です ね、これ6、うん、こういうゲートができるわけね。なるほど、こういうゲートがね、ほうほう、こっちは4ミリね、はい、ドリルね、うんうん、こっちは大口式ね、うんうん、これはあの4ミリじゃなくても6ミリでも入れるとね、うん、そういうことです、こっちの骨が広がるからね、はい、骨が広がるから、そう、それがまず太さ、はい、太さ、長さどうでしょう、長さ、はい、例えば、はい、ここに化学管があるとします、あ、はい、神経とかね、はい、大きな血液が入ってる、はい、そうするとドリルの場合はリスクがあるので、はい、ちょっと多少短めの
ドリルで削りますね。怖いですもんね、先生。そう、怖いから短めのインプラントしか入らないね、こういうね、はいはいはい、神経に対して、ね、なるほど。ちょっとでもこう距離をあるようにってことですね。そうで、大口の場合は、はい、実は細いピンホールから行くので、はい、結構ギリギリまでね、うんうん、長さね、まあギリギリ、はい、ちょっとでも隙間あればいいね。そうですね、細いのから行くからね。そう、まあギリギリまである程度、はい、許容できるというかね、はあはあ、だから長さも長いインプラントは可能ですね。なるほどね。それから位置、位置、はい、じゃあ位置でいきますね。はい、位置です。例えばね、うん、こうなってね、こうなってね、骨ってね、こんなような形してるので、ここがベロッチ、ベロッチ、こういうね、ベロッチね、こういうベロッチね、ほうほうほう、横切ったね、ベロッチ、こういう感じだね。なるほどね、横でこう切ってるね。そうそうそう、これ持つ上かな、ここだな、これはベロッチね。はい、ちょっと前行くよ、これベロッチね。こういうふうね、はい、骨ってこういうふうだね、はい、でこっちも一緒ね、これと同じものこっちもね、はい、そうするとドリルで削る場合は、うん、どう、こういう場合ね、ここがへこんでるので、はい、へこんでますしね、ね、と例えばね、うん、ちょっと待って、こういうのドリルで削る場合は、はい、こういう形骨しているので、はいはい、ここは対合子ね。あ、はい、これ対合子、反対上の、これは歯あるとするね、うん、こうやってね。ね、そうすると、うん、ドリルで削る場合は、うん、こういう方向は歯でしょ。はい、そういう方向じゃないと。ね、こういう方向や。はい、そうするとこういう方向だと、ここ抜けるときあるの。え、先っちょがですか。うんうん。こうやって抜けるとき。横へね、なんかベロッチの方へね、はい、あとベロッチの方抜けると、ここに例えば血管なんか来てると、はい、大変なことになっちゃうね。そうですね、出血が。そう、なんかね、あのデータによると、はい、20% ぐらい、小球支部の 20% ぐらいはこっちに抜けてるんじゃないかっていうふうに言われてるね。へ、うん、そうなんですか、うん、そう。で、大口の場合は、うん、ちょっと違うんだな、はい、この方向、はい、例えばこういう骨とするね、はいはい、そうすると大口の場合はね、うん、まずこう入れますよね。それじゃ細いのか、ね、こういうふうに入れちゃうね、はい、で入れた時に、はい、この方向をちょっとこっち倒したいなと、はい、こっち、はいはい、こっちの方向へちょっと倒し気味がいい。こういうふうに倒したい、はいはいはい、こうやりながら、はい、太くしながら、はい、こういうふうに倒すことができる。こういうふうに、あ、やりながら、うん、ここが危ないと、ね、そう、これ危ないと思ったらね、はい、ここがね、はい、少しこう倒しながらこう入れることができる、はい、方向も、はい、まあ2度か最高3度ぐらいは角度変えれる、はい、こういうふうにね、はい、好きな。で、あるいは対合子が、うん、いい？対合子がね、うんうん、この歯がね、例えばこういうふうに来た場合ね、こう、例えばこうだよ。ああ、はいはいはい。内側に来た、ね、内側。組み合わせの形がね。上ってね、うん、外側に来てんだけど、そうですね。まあ、あの3級って、あの、はい、化学が発達した人とかね、はいはい、上の方来てる時があるでしょ、はい。そういう時、例えばこういう方向に入れたら、インプラントね、うんうん、ここに歯がこう来るでしょ、こういうふうに。そう来ますね、歯がね。こういうふうにね、こういう感じでね。こうやってきてインプラントこう入るね、こういうふうに、はい、こういう感じなのね、インプラント。そうですね、はい、そうすると噛み合わせがうまくいかない、噛んでない、はい、でそういう時にちょっと角度変えてやるのね、はい、大口の場合ね、うんうん、そうすると、うん、これがこんなふうに、おお、なるほど、噛めるのね、角度ちょっと変えるだけ、ね、そうですね、ちょっとこう噛めるように動きましたね。そう、で、うん、そういう角度も変えることもできる、うん、つまり、位置ね、はい、変えることもできる、はい、ね、でそういう意味で、はい、位置も方向性も、はい、まあ、変えることもできる。で位置も変えることができるんだね、はい、今は方向でしょ、はい、方向でしたね。で位置変えるときはどうするかというと、はい、例えばドリルの場合は、うん、例えばね、ドリルの場合はこうあったときに、うん、ここしかないね、オンリーワンだよね、ここの位置しかないよね。ないですね、はい、これ以外の方向は考えられないね、はい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 、位置は。そうですね、で大口の場合はね、例えばね、この骨がね、この胸側板がなくなっちゃってて、うん、あららら、こんな風になくなってるケース多いの、はい、この胸側板っていうのはね、細いですよね、うん、とそうするとこの位置から入れて、はい、それでいい、この位置から入れて方向を、こう今方向も位置も変えれるというのは、うん、この位置から少しこっちにずらしていくことができる、位置がね、この位置、あ、これをこう入れながら太くしていくついでに、最初はこの位置やったんだけど、
太くしていく上で、うん、だんだんこれを膨らましていってこう、はい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 、この競争板を膨らまして、はいはい、この位置に入れることができるね。始まりの位置がちょっとこう違う動くと動く、この始めはここだったでしょ、はいはいはい、そうでしたね。それがこの位置に変わった、はい、ここからここへ、うん、なるほど、ね、これが大串の特徴だな。あ、位置と方向がこう自由自在というかね。そう、その4、うん、4要素、はい、動くよ。長さ、長さ、太さ、太さ、位置、位置、方向性、はい、これが結構自由に、ある程度自由にできるんですね。あ、なるほど、うん、それが、いいですね、それがあの大串の利点ですね。利点、はい、まあ、はい、またね、利点ね、まだね、55あるので、ものすごいあります、ね、今4つしか言ってないので、まだ51残ってる。まあ、順番に利点、はい、あの説明していきますので、ね、そうですね、はい、まあ、そんなことで安全な、はい、できるだけ安全な、まあ、大串だって手術には変わりないの で、 そうです、ね、全く、安全ゼロだとは言えないんだけど、うん、より安全な手術方法としてね、皆さんね、はい、ご利用いただいておるというような状態ですね。そうですね、はい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 、先生ありがとうございました。はい、どうぞ。しましてあなた豊かな人生のためにまずは大串の健康からですね。毎日健康に関する情報を配信していますので登録